はい、こんにちは。PUBG やっていきます。今日はね、ちょっと設定を上げてみました。全部こうですね。全部こうにして、ホストプロセスだけ以上にて。これだとね、くっきりするんで、この設定でやってますね。早速、西側から飛行機が移動してるんで、どこに降りようかな。まあ、なんか海沿いの民家とかでいいかな、したらそれです。この辺かな、適当にこの辺のどれかに降りて戦っていきますか。やるともうなんかめっちゃなんか上から見てるだけでもわかるな。いつもやってるのとだいぶ雰囲気が違う。やっぱね、設定を、まあ、いつも非常に丁寧でやってるんだけど、こうにするとだいぶ違いますね。この木の描写とかもね、非常に丁寧とあんまないんで。おー、影もね、なんかしっかりしてていいね。非常に見ると全体的に白いんだよね。薄っぺらいし。おお、なんか全然ちげえ。おっと、一人いますね。一人街に降りてる人が。ああ、なんか全然違う。おお、なんか違う。雰囲気が全然違うぞ。この辺の麦の描写とかも全然違うし。こうやって見るとね、ちゃんと設定を上げてやれば綺麗なゲームですね。ということで、まず移動して武器を漁っていく。お、いいですね。バックパックいきなり拾う。で、武器、お、M16。で、バックパックレベル3をこの時点で拾ってしまう。あーっと、範囲もこっちの方に向いてる。いいです。なかなかいいですね。とりあえずこの辺一帯を捜索してある程度装備整ったらもうこもってようかな。あー、なんか全然この家の雰囲気とかも綺麗でいいっすね。まあ、こうって言ってもね、 FPS50 から60をキープしてるんで全然ゲームとしては問題ないかな。お、回復アイテムを取って、おー、落ちてきた、人が落ちてきた。びっくりした。あ、M16 のバースト打ちがあるんでね、近距離は結構強い。この M16 の遠距離はなんか微妙。ここ今落としたんだけど、絶対いるでしょう。さて、出てこい。この上かな？めっちゃ足音聞こえない。あれ？いないか。外から降りた、もしかして。もしかしてベランダから飛び降りたかな？いや、下っぽいな。ペタペタ音聞こえた。ベランダから降りて？お、入ってきた。来た。はい。M16 で瞬殺していく。で、2キル。さあ、アイテムは？警察ベストに。お！ UMP あるじゃないですか。メイン武器。私のメイン武器 UMP があるんで、これをね、装備していきましょう。でね、特に戦闘もなくここまで来たんだけど、範囲次第でちょっとね、行こうかな。もう範囲外れるべ、ここは。さあ、どこだ。おっと、結構反対側になっちゃったぞ。遠いな。これはもう走るしかないか。2分あるからな。まあ、気をつけながら、ゆっくり行きますか。てか、なんか結構絵が綺麗になりすぎちゃって、ちょっと狙いがつけにくいかもしれないな。いや、結構遠いなぁ。ちょ、2分で着くか。
鎮痛剤を飲んでダッシュの準備をして、これもやばい、ダッシュしないとは、ダッシュしても間に合わないな。うわぁ、範囲が迫ってくる。遠いからなぁ。はい、範囲外。まあでもギリギリなんとかなるかな、これは。よしよし、そこまで入っていけば。なんとか間に合ったか。で、伏せて速攻回復。補給キットね、結構数あるんで、サクッと回復して。いやー、このライフじゃなぁ。あー、まあまあ近い、中心部分ぐらいかな。まあ、いけないこともないけど、1分しかないんだよな。あ、奥に、いますね。いるいるいる。ちょっと見つからないように木を利用して、その家の奥に、いた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 ぞ。バレないように裏を取って、取られたのはスカーの方がいいかな。スカーに切り替えて一発一発丁寧に当てていく。3キル。山の上にいるんだよ。山の上からめっちゃ音がしてる。おっと、範囲。あー、危ね。で、こいつから。お、医療用キット。エナジードリンク。いいっすね。応急キットはもういらない。で、スコープ。スコープつけて。で、スモーク。あとは、特にいらないかな。あー、大容量つけて、フラッシュハイダーぐらいつけてきた。これでフルカスタム。補正機能がいいな。こんなもんかな。よし。で、ここで鎮痛剤を飲んで、ライフをマックスに。で、円の半径がちょうど真ん中らへんだから、まあ、移動には困らないね。よし、移動するか。一応高い、結構高い位置に移動することになるんで、左側の低い位置からね、来る敵を気にして。お？あ、ちょっと待ってよ、なんか芋動いてるぞ、あそこいるね、あれあれプレイヤーだはい、4キル。そう、上から見るとね、麦畑に伏せて匍匐しててもね、見えちゃうんだよね。もういないかな。さて、こっからは残り15人か。まだ結構いるよね。残り14。死人できないな。エナジードリンクを一応飲んでおく。ドリンク系がね、結構今回余ってるんで、ガンガン飲んでいきましょう。で、スモークを。これちょっとね、スモーク炊いておこうか。移動するにはちょっと辛い。で、カモフラージュしながら突き進んでいく。おっと、撃たれた？撃たれたか？あの奥？もう奥にいるのかもしれない。さて、UMP で。いた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 、あそこだ。はい、狙って、UMP でしっかり狙って、こうキルしていく。やばいやばい、バリアの範囲外。おーっと、ギリだな。で、白い円がちょっと相手の奥の方に行ってしまった。これはな、家がね、目の前にあるんですよ。あそこ確実に。ちょっとね、家からは離れたところで。円の中に入っていけるような位置取りをしていく。
あー、いた。いるね。上にいるんだよ。あ、見つかったら終わりだな。とりあえず、範囲内に入っていく。これギリかな。ギリギリ。木に隠れ。あー、はみ出てしまった。で、目の前に見えるが、あいつはちょっと、裏の矢で動かない。当たるか。ダメだ。やめておこう。降伏して。でね、次、あの岩かな。ちょっとね、範囲ギリギリのところから、向こうの岩めがけて移動していきたい。まあ、奥にね、一人いることは確認してるんだけど、まあ、家だから、なんせ家だからね、絶対に2、3人はいるんだよ。向こう側に。まあ、残り4人だからね。今回は玉乗りを狙っていきたい。おお、戦ってる戦ってる。残り4人か。お、残り3人。まあ、向こうに1人、まあ、向こうに2人いるかな。よし、位置取りは完璧。で、この岩の影に隠れて、で、エリアを狭まるのを待つ。あそこに絶対いるよな。あそこら辺に一人と、逆に、左奥の方、NE の方にもいるかな。ちょっと NE 警戒だな。あの木の方にいたりしそうで。報復してたらもう見えないんだよな。おっと、狭くなってきた。で、ギリギリ。おー、場所的にはいいっすね。お、つか、地下。いいっすね。次の白エリア、こっち側だよ。これはだいぶ立ち回り的にも有利に回れるかな。まあ、残りの二人には戦ってもらいますか。え？おっと、撃たれた。あぶねえ。あ、岩が撃たれてますね。まあ、これ、まあ、奥だな。無理に出なくていいな。結局範囲はこっちにあるから。まあ黙ってましょう。立ち回り的には次は目の前の岩の方に移っていけば円の中には入れるはず。おー、マジ見えてる。で、移動して、お、戦ってる戦ってる。いいっすね。戦って一人になったところ、いたいた、俺が狙う。はい、漁夫乗りで勝利6キル完璧な立ち回りですね。これが玉取りの取り方っていうことでね。まあ、なんとか今回ドンカツできました。ああ、でもやっぱ、設定こうはいいね。絵が綺麗で、なんかプレイしてても楽しいです。はい。では今日はそんなとこで以上です。